立浪、試合中におにぎりを食べて怒られていた。神宮球場で事件が多かったと話す中村氏は、立浪がゲーム中によほどお腹が減ったのか、おにぎりを食べたことを見られて、立浪にはあまり怒らないので、試合後のミーティングで試合中におにぎりを食べているバカがおる。明日からバナナにしろってなって。立浪に悲しき過去。すべては繋がっているんや。星野の悪いところだけ受け継ぐ男。星野って怒る相手選ぶんやな、かっこ悪くね。誰にも彼にも同じように怒るって、それ単なるバカだろ。星野イズムとかいういらない要素を無理やり取り入れる男。米騒動伏線回収されすぎやろ、鬼滅の刃かな？クレヨンしんちゃんの敵キャラみたいな悲しき過去やな。なんで星野も立浪には甘いんや。今回の米騒動でバナナは置いてあるんかな。受け継がれる星野意志。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。